い、こんにちは、にむいさくらです。今日はですね、何をやっていいかと言いますと、私がね、過去に、手術だったりとか、検査入院っていうのを、病院のね、病院のお医者さんにこうしてみたらどうですかって言われたことがあるんですけど、皆さんは手術だったりとか検査入院をした経験はありますでしょうか？お医者さんやリハビリの先生からこういう治療ありますよとか、こういう手術ありますよっていう風に提案された際に、こうどういう風に判断したらいいかわからないっていう方も多いと思うので、私なりの経験も踏まえてお話ししていけたらいいなと思います。ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。どういうふうに判断して受けるとか受けないっていうのを決めていったらいいのかっていうことを、私のね経験からお話をしていくんですけど、まずはね、私の障害についてお話ししていけたらと思います。私の障害は1歳の時に高熱が出まして、でその後遺症として手足と体幹に麻痺が残ったんですね。高熱が出た時に脳の病気になったんですけど、その1歳の時には病名がはっきりわからなくて、当時は白質変性症という、その進行性の病気じゃないかっていうふうに言われていたんですが、進行性の病気だった場合、もう回復することはなくて、そのままこう、体調がどんどん悪くなっていくっていう病気だったんですけど、私の場合、ちょっと落ちたんですけど、そこから徐々に回復したんですね。そう、だからその病気ではね、ないのではないかっていう風になって、ずっとね、原因が不明のまま来たんですね。リハビリを続けて、なるべくいい状態を保てるように、生活をしてきたという感じなんですけど、高校2年生の時に、私が1歳の頃から比べると医療が進歩したので、もしかしたら原因がはっきりするかもしれないということで、検査入院をしました。1週間ぐらいかな、検査入院をしたんですけど、それでもはっきりとは分からなかったんですね。で、つけられた病名は、脳脊髄炎という病気がきっかけとなって麻痺が残ったのではないかっていう判断になりました。最終的な判断としてはね、結構だから病名がはっきりしない、症状は出てるんですけど病名がはっきりしていない方っていうのは結構いらっしゃるのかなと思います。その病名をはっきりさせるために、その治療をしたりとか検査を勧められるパターンが結構多いんですけど、私の場合、あとは小学5年生の時に大きな病院に検査に行きまして、でそこの先生から、あなたは手術をすれば歩けるようになるかもしれませんっていう風に言われたことがあるんですけど、その時に言われたのが、歩き方を改善するために腰だったりとか首だったりとか太ももだったりとか、結構体全体にわたってメスを入れる手術を提案されたんですね。23箇所ぐらい切る手術っていうのを提案されたんですけど、手術をしてあまり良い感じで終わらなかった場合には今の状態よりも悪化する可能性があると言われたんですね。で、結局私は小学5年生である程度リハビリもねしてきたので、その生活に困るっていうことはあんまりなかったんですね。その杖歩行だったりとか、車椅子をちょこちょこ乗ったりとかして生活していたので、特に自分でできないことっていうのはほぼなくて、困ったらこういう風に工夫するとか、ハンデがあっても自分でなんとか生活できるような形をね、作っていたので、特に歩けるようになりたいとかなんかそういう気持ちはなくて、で逆に手術をしてこれ以上悪くなったらちょっと困っちゃうなみたいな感じで思っていたので、手術は受けなかったです。
そうで高校2年生の時に検査入院をしたのはしばらくその病名とかがはっきりせずにこう生活してきたんですけど、この自分の障害が悪化するものではないっていう風にリハビリの先生からは言われていたので、まあ、安心してたんですけど、1歳の時の病気が何だったのかっていうのは気になっていたので、その点ね知りたいなって思って、高校の時にね検査入院を勧められた時には検査入院しますっていう風にこうお伝えしてした感じなんですけど、検査をされるタイミングにもよると思うんですよね、はい、結構ねまだ若くてその小さい時だったらリハビリを続けたら回復するかもしれないし、早い段階で手術をしたら回復するかもしれないしってい こうタイミングっていうのもあると思うんですよね。ある程度成長してくるとやっぱりリハビリしてもリハビリの効果が出るのが時間がかかったりとか結構様々あると思うので、そのタイミングっていうのも大事だと思うんですけど、一番はやっぱりその時の自分の気持ちに素直になるっていうのが大事かなと思います。やっぱり手術をするとかリハビリをするとかそういうことになるとやっぱりねお金がねかかってしまったりとかそういうので両親に負担をかけてしまうから、まあ、迷惑かけてしまうから申し訳ないなって思ったりとか、家族がね家族が喜ぶかもしれないから手術を受けなきゃとかね、そういう感じで周りの環境のことを考えて判断してしまいがちになると思うんですけど、でも一番はやっぱり自分がどうなりたいかだと思うんですよね。そうでも実際歩けるようになりたいのか、危険、そのもし失敗して歩けるようにならずに自分の今の状態よりも悪化する危険性もある、それでも手術を受けたいのかどうかとか、まあ、いろいろ考えることってあると思うんですけど、でも一番は自分がこれを受けることによってどういう風に変わりたいのか、どう変わっていきたいのか、それとも変わらずにこのまま生活していきたいのかどうかっていうのを考えた上で判断するのが大事なのかなって思います。私は小学5年生の時に手術を提案されて、まあ、それは受けなかったんですけど、高校生の時に検査入院を勧められて、まあ、検査入院は検査をするだけなのでその状態が悪くなることもないし、まあ、検査入院をして病名がはっきりしたからといって治るわけではないし、だけど、まあ、その原因となった病気がはっきりすることで、まあ、ちょっとね安心するかなと思ったので受けました。こんな感じで私は判断していったんですけど、やっぱりね急に、まあ、そういう提案をされると、まあ、戸惑ってしまう方多いと思うんですよね。そう私もやっぱり悩みましたし、私は今はもうリハビリとかも卒業しまして、リハビリは高校生までっていう風に決まっていたので、高校生までリハビリを続けてきて卒業したっていう感じなんですけど、特に生活で困ることっていうのは自分で自分なりにこう環境をね整えていったので特に困ることはないんですけど、だから、まあ、小さい時にねリハビリを積み重ねていっていたのもあって、私は小さい頃からリハビリを積み重ねていたので、まあ、その段階で、まあ、こういう時はこういう風に対応したらいいとかそういう工夫点をこういっぱい作ってきたので、その生活面でできないこととかそういうのは特にいないんですけど、リハビリをして頑張ってリハビリをして歩けるようになるっていう目標を持ってる方はそれも全然いいと思うんですけど、私の場合は、まあ、この状態をね、まあ、ずっとこう生活が成り立つのであればこのままでもいいのかなって私自身思っています。はい、まあ、こんな感じでですね今日は、まあ、手術だったりとか検査入院だったりとかいろいろねリハビリとか治療とかねこう提案をねされる場面って結構あると思うんですけど、そういう時にどういう風に判断したらいいのかっていうのをちょっとお話ししました。懐かしいなって思いますね、私が学生の頃の話だったので、やっぱり
年齢によっても捉え方とかそういうの変わってくると思うんですよね。気持ちの動き方とかね。それをすることによって自分の人生が結構変わることになるので、そこら辺踏まえて、まあ、判断していってもらえたらいいのかなと思います。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。